十七番は。うち。です。うちは。期間や。範囲の中。という意味です。例えば。明るいうちに。家に。帰ろう。若いうちに。たくさん。旅行したいな。一年の。 うちにこの漢字は名詞では単独でうちと読みますが他の名詞の後ろに来たときは何々ないと言います時間や場所の範囲を示します十八番の単語です例えば年内 工場内。19番は？いないです。ある数量より少ないことを表します。21番の以下と同じ意味です。20キロ以内。2000円以内。 20番と21番は数量程度優劣などの比較でそれより上の範囲であることと下の範囲であることを指しその基準も含みます。例えば50歳以以上の人 1, 円以下